ちすぎたのかな。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。はっ、それと、いや騒ぐなと、すくに
った。はっ。水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。メリュジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。
メルジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任。メルジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。私は
自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。
メルジーヌはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。水の味は実に幽遠な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。私は下げず。私の抹殺計画の一環か。
刀は技をさ。見切りました。無我の境地。さばきの雷。逃げ道はあります。稲光すなわち永遠なり。さばきの雷。暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。
山火事は一巻の終わり。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。あれ、ドドコどこ？爆弾持ちすぎたのかな。あれ？ドドコどこ？クレイと一緒にお魚をドカーンしに行く？バレたら一日反省室に閉じ込められるけど、お魚は美味しいからやりがいあるよ。瞬く間に。
陣営のごとく。はっ、瞬く間に。ふわっ、よっ、ふっ、はあ、陣営のごとく。ふっ、行け、はっ、瞬く間に。陣営のごとく。はっ、瞬く間に。ふわっ、雲一つなし、実に心地よい晴天よ。いざ、はっ、行こう。風を知れ。いざ、し、風の赴くままに。たまにはのんびりするのも悪くないな。よっ、やっ、はっ、ほれ、そこだ。ふっ、しっ、よっ、おて、爆弾持ちすぎたのかな。you
だ。これって三段銃？いや、せっ。